岡博美選手です。岡選手よろしくお願いします。よろしくお願いします。背番号25番岡博美選手は1991年生まれ、岡山県出身。北海道日本ハムファイターズで活躍後、2018年に千葉ロッテマリーンズへ入団されました。打撃のパワー、走塁の脚力、強肩の守備、走攻守三拍子が揃う身体能力の高さを秘めており、今年の活躍が大きく期待されています。2021シーズンはですね、岡選手も契約更改、昨シーズン今までの考え方を否定してという話がありました。そのあたりというのを、はい、岡さん実践できてますか？そうですね、まあ、今までこう7年間プロの世界でやってきたんですけど、なかなか、いい成績を続けて出すことができなかったので、まあ、このまま続けても一緒なのかなというのがあって、まあ、今まで自分の中でいいなと思ってたことを、まあ、疑ってみて、まあ、人の評価だったりそういうのを素直にどんどん受け入れていこうというのは思って、このキャンプをやってきました。そういう意味では2月の対外試合も含めてバッティング調子結果出てますね。そうですね、今のところはいい方向に進んでますし、まあ、僕自身もアピールしていかないといけない立場なんで、まあ、もっとアピールしていきたいなと思います。岡さんはやっぱりもともとピッチャーもやっていたり、本当に身体能力というのはロッテファンも誰しもが信じている部分もありますけれども、そこをどう生かすかってところにかけてるわけですか？まあ、そうですね、まあ、自分自身もそこはどんどんアピールしていきたいなと思ってますし、そこでなんていうんですかね、苦手な部分もそういう能力でカバーできていけたらなっていうのは思っています。結構かつてね、ファイターズ時代というのは食が細いなんて私岡さんからお話聞いたことがあったんですけど実際どうですか？今年30歳ですよ岡さん。そうですね、まあ、昔に比べると、まあ、食べれるようになりましたし、どうですかね、まあ食事に関してもなんかいろいろ引き出しといいますか、まあ、そういう部分も工夫もできるようになりましたし、まあ、その辺は、昔とは違うかなと思います。こう、まあ、実際プロ野球活動するにあたってそのよく取るものとか、その中でフェイバリット好きなものっていうのは何かありますか？はい、そうですね、まあ、まあ一番意識するのはやっぱバランスですかね。まあ、でもその中でやっぱり炭水化物だったり、とかはタンパク質とかは意識して、取るようにはしてますね。結構ね、こういうのって取る人によっては結構苦痛になるっていう人もね、いつも鶏のささみばっかり食べるともう飽きてきちゃうよとかあるんですが、そのあたりはみんなできてるんですか？そうですね、まあそんなにいやいや食べるってことも知ってはないので、まあある程度好きなもの食べてる時もありますし、はい、そういうのはそういう嫌な感じはないです。実際ね、昨シーズンはなかなかパフォーマンス発揮できずというところがあったんですが、いつも岡さん何かうまくいった時とか結果が出た時っていうのは自分に対してのご褒美とか、いつもこれを食べるとか、なんかそういう決めてるもの、まあ、リフレッシュも兼ねてたと思うんですけれども、何かありますか？そうですね、まあ、ご褒美ってわけではないですけど、こう休み前の日だけはこうなんか甘いもの食べたりとかはしたりしますね。甘いもの気になります、はい、ロッテだけに。まあそうです、アイスとかも好きなんで、まあ、ロッテのアイスが食べたりしますね、はい。はい、昨シーズンの話を振り返るとやっぱり昨シーズンもこの時期とても岡さん良かったじゃないですか。実は、あ、そうですね、はい。ただやっぱ開幕が延期してったところは昨シーズン岡さんの中でもあれっていう風になった部分どうしてもありましたか？まあそうですね、まあ、しょうがない部分はあると思いますけど、まあ、あのまま行ってくれたらなっていう気持ちは多少なりはあったかなと思います。今年はもちろんバッティングっていうところ岡さんもね生命線にされる部分の一つだと思いますけれども、結構井口監督からのアドバイスや、あと松永臨時コーチがその石垣島にお越しいただいた時に指導もあったと思いますが、はい、あたりいかがでした？まあ、そうですね、まあ、監督は結構まあ去年の時から教えていただいて、まあ、それはずっと継続して、もう今は結構自分の形にもどんどんなってきているのかなとは思いますし、松永さんにももうポイントポイントのアドバイスだったり、まあ、見つけらで考え方っていうのを少しアドバイスをいただいております。いろいろと報道とか、選手名鑑を見ると今年は打撃フォーム改造中なんていうところも出てるんですが、それは正しいですか？まあ、そうですね、また今去年の今頃と比べてもバッティングのフォームっていうのは、全然変えてる部分、まあ、映像ではなかなか分かりづらいのかもしれないですけど、僕も意識としてはすごく変えてはいますね、はい。
ぜひ今年にかける意気込みも伺いたいですし、岡さんなりに今年のチームっていうのは今どういうふうに、メンバーも含めて新しいメンバーもいますけれども、感じてますか？そうですね、まあ、チーム全体としてはすごくみんな明るいですし、まあ、仲がいいので、その一つにはなってるかなとはすごく思います。ファーストにも挑戦して、本当にもう守備固めでどんどん岡選手ファーストも使ってますが、ここはやっぱファーストも慣れてきましたか？まあ、そうですね、まあ、昨年久しぶりに、まあ、大学の時にちょっとやってたことはあるんですけど、まあ、昨年からまたやりだして、まあ、ある程度、試合も出場させてもらって、まあ、できている部分は増えたかなとは思います。やっぱり大学でピッチャーをやってたこともありました。この内野もやる、外野もやる、やっぱりやることによって見える景色とか、何か考え方も増えてくる、変わってくる、あるんですか？まあ、それはあるかなと思いますかね。やっぱこう、例えばランナーに出てもこういう時ピッチャーはこう自分とこう考えるかなとか思ったりして、盗塁のことに生かしたりとかはしてはいますね。ぜひね、そういったところの経験を生かす2021シーズン集大成の一つにしていただきたいんですが、その2021シーズンのチームのスローガンというのが、この1点をつかみ取るというふうに掲げられました。岡さん、この文字の意味どういうふうに捉えてますか？まあ、そうですね、やっぱりこう、まあ、まずは野球は、まあ、1点でも多く取ったら勝ちのスポーツなので、そういう意味では、まあ、1点に貪欲にならないといけないなとは思っております。そのためには岡さん、必要なことは岡さんのご自身の活躍としてはいかがでしょうか？まあ、そうですね、まあ、そういう部分では全てだと思いますし、やっぱバッティングもそうですし、まあ、走塁でも、まあ、守備に関しても防げる点っていうのもありますし、そういう部分が全て一点につながっていくので、まあ、全てにおいて全力プレーをやっていかないといけないかなとは思います。さあ、それでは2021シーズンに臨む岡大海選手のチームとして、そして個人としての目標を教えてください。はい、まずはチームとしてはやっぱりリーグ優勝、その後日本一を目標にやっていきたいなと思いますし、まあ、僕自身も、まずは、レギュラーの座をしっかりつかみ取って、まあ、そこからチームにどんどん、少しでも貢献できるように頑張っていきたいなと思います。ぜひ2021シーズン、このマリンで岡選手の走攻守が全て発揮される素晴らしいシーズンになることをお祈りしております。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。今すぐチャンネル登録。